1年の計は元旦にありということでやってまいりました、新春ちょうごまパレード。改めまして皆さん明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。ということで今年も早速やっていくよ。今回はですね、こちらもうガチャのプロチューニーより授かりし新衣装を着てですね、早速ですね新春ちょうごまパレードを回していきたいと思います。さあ今回の新春ちょうごま3体はこちらとなっています。もう見るからに強そうな名前なんですが、まずですね神のエスゴマヴィーナス進化の方から見ていきましょう。こちらはですねスキルコンボスキルともに自分の HP そして相手の HP に依存した大きな特殊ダメージを与えるコマとなっています。もうあの吉野とかラニを超えたよね、大小デッキとかでも使えそうだし、いきなり X 打ちでもね猛威を振るいそうなコマとなっています。 HP もめちゃくちゃ高いです。なんとスキルはですねターン開始時の相手の HP の 17%、 コンボスキルが自分の HP の 12% の特殊ダメージとなっております。そしてこちらヴィーナスの投下新スキルフォースです。こちらはですね表になっている一旦の間2500の特殊ダメージを与えつつですね、通常と特殊ダメージを 50% にするといった非常に強力なシールド効果を持っています。コンボスキルがですね自分のキャラゴマ1枚につき相手の最大 HP の 2% から最大で 15% の特殊ダメージを与えるといったものとなっています。これ強いよね。だって進化チターニアと同じシードロー力プラス特殊ダメージまで与えちゃうっていうもので、まあ、結構ささやきデッキとかにもね入れたいコマではあるかなと思っております。続いてついに来ましたルシファーですね。もうルシファーといえばもう数あるソシャゲの中でもトップクラスに性能が高いコマではありますよね。まずは進化のもの、もう CV 石田明さんの時点で強いよね。こちらはですね盤面のコマの総数 ×200 の特殊ダメージ、そしてコンボスキルが盤面のコマの総数 ×180 の特殊ダメージとなっています。もうこれはねアンドロメダ涙目の性能なんですが、 KJ さんがね新章開幕のプレゼンテーションの時に、まあ、今年はね従来より一旦ぐらい多くこうセロニアのバトルが長く楽しめるような調整をすると言ってたので、バトルが長くなればなるほどこちらのコマの総数 ×200 の特殊ダメージっていうのは効いてくるのかなと思います。けど私が注目しているのは投下スキル。来ました、新スキル宮妻ですね。もう名前からしても強そうなんだけど、こちらはですね自分のコマが全て魔属性の時に発動しますと、表になっている間延々と HP を300吸収しつつ、これが強い。さらに相手のコマの ATK を 24% 減少し続けるといったね、けども置くだけで吸収しつつ 24% 減って、これめちゃくちゃ強いじゃないかっていうね。そしてコンボスキルがですね全て魔属性の時に相手のキャラゴマの数に応じて600から最大で4500のダメージを与えるといったこととなっています。まああのデバフをかけられるっていうことで、相手がまあでもビューとかちょっときついかもしんないけど、まあ、例えば神ターンとかと当たった時も結構このデバフ効果でね、まあ、一生サキバスみたいなもんだから、結構長期戦が戦えるんじゃないかなと思っています。これも欲しいかも。そして最後はバハムートです。もうこちらもね数あるソシャゲの中でこう竜タイプのキャラクターの中でも最強を誇るのがバハムートですよね。まずは進化スキルから見ていきましょう。これめちゃくちゃ強いですね。竜染めデッキ縛りとかなしに自分のキャラゴマ1枚につきアタックが 1.25 倍から最大に 2.1 倍、なおかつ貫通といったね、めちゃくちゃあの混合デッキとかでも活躍しそうなコマとなっています。これもう JE 涙目なんじゃないかっていうね。なんとねコンボスキルもね腐らないんですよ。自分の HP が減少するほど最大で ATK が2倍になるバフを持っていますということで、まあ、JE とかはねコンボがまあ竜ゴマの数であったりとか結構枚数縛りとかがあったりするコマが多かったと思うんですが、バハムートは非常に竜デッキだけじゃなくて混合とかでも使いやすいものとなっています。そして新章では混合デッキがかなり強化されていくみたいなんで、このバハムートね私進化投下両方欲しいですね。来ました、新スキルコンバートですね。こちらはですね自分のデッキに神魔竜それぞれ4枚以上なんで、初めてこう混合デッキ縛りで発動するスキルとなっています。このターン与える通常攻撃ダメージを 200% の変革率で火炎ダメージに変換するということで、こちら何が強いかというと火炎ダメージに変革するっていうことは
は罠に引っかからないんですよね。まあ、ADK は1500なんですが、まあ、例えば1枚返しで出した場合 200% なんで3000の火炎ダメージが一気に相手に入るといったものとなっています。そしてコンボスキルがですね、自分のキャラゴマの数に応じて ATK が 1.2 倍から2倍になるといった、こちらも非常に強力なコンボスキルですよね。まだね、このコンバートっていうスキルを持ったコマが実質バハムートしかいないじゃないですか。まあ、おととしとかもそうなんですけど、鮮明とかも最初はね、そんな強いって注目されてなかったけど、こう暗黒スキルが揃うにつれて、もう今はもう鮮明なしでは組めないみたいな状況になってるじゃないですか。なのでこのコンバートスキルを持ったコマが増えれば増えるほど、このバハムートがまた強くなっていくんじゃないかなと思っております。それでは早速ガチャを引いていきましょう。いやもう本当にね、私はね、もうここでコンプしないといけないと思っている。なぜならブブの時それで泣いたから。ピックアップされているここで引かなきゃいつ引くのって感じですよね。じゃあまずは福袋パックから引いていきましょう。まあ、英語マ以上確定なんで、まあ、ここら辺りでね、まあ、新春の超ゴマ1体ぐらい引いていきたいなってあるんですが、まあまあまあ、まあまあ、福袋ですから、ここで引けるとは思っておりませんよ、私も。なるほどね。おめでたいですね、なんか。新春っぽくないですか？それではここからが本番です。S ゴマ出現率が 9% にアップして、超ゴマ出現率が 5%、そして、新超ゴマ3体が出現率アップしているといったガチャなので、ここら辺りでね、まあ、10連でね、1体ぐらい引いておきたいなっていうのはあるんですけど、どうでしょうか？なんか今、キラキラって入ったよ。これもしかして私、2020年の運勢、これは良いんじゃないか？おー、震えた！いや、これ何かしらのものが確定しているっていうことやからね。おい1枚ここで引いていきたい。ここで回収していきたい。所存止まれ。うわヴィーナス進化スキルマだよ。ありがとうございます。これは幸先のいいスタートだ。でもまだまだ油断はできないよ。22連目コンプだから、もうコンプ以外見えてないから、ここでキラキラ来ないかな。来ないね。まあ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 、いやでも本当に新スキルいろいろ使ってみたいな。いやもう私ヴィーナスを引いたことによって、まああと40連ぐらいは心穏やかに過ごせそうな気がするわ。まあいいでしょう、まあいいでしょう。うん、では33連目引いていくよ。何あのキラキラ。え、これもしかして新春超ゴマ確定的なキラキラなんかね。震えるよ、もちろん震えるよ。え、もしかしてこれ私サービス分まで回さずに撤退ありますか。うわ、2枚も入ってる。はいはい、あー、ありがたい。これは欲しかった。いやだからね、私ね、あの時追わなかったのはこれなんですよ。セクメとね、出た時にめちゃくちゃ欲しかったんですけど、どうせ新春超ゴマめちゃくちゃ回して回収できるやろっていうので行かなかったんで、セクメとめっちゃ嬉しいです。続いて44連目引いていきたいと思います。次がね、サービス分やから、キランとキランと、もしかしたらキランっていうのが入ったら超ゴマ35体もピックアップされてるんで、これも含まれてるよっていうことで、お、震えてくる震えてくる。エスコマは確定しておる。1枚。まあいいでしょう。まあいいでしょう。あー、一回いっぱい持ってる。そしてサービス分の55連目回していきましょう。いやー、ちょっとね。ルシファーのバハムートあたりも回収していきたいんやけど。さあ、ということで66連目回していきたいと思います。まあ、油断ができないのがね、コンプっていうのが目標だから、こっからね、泥沼にはまることだってあるんですから。まあこの1年をね、1年のこの私のガチャ運を見てくると。でも虹のかけらが入ったんで、これは S ゴマ確定です。といったところで、キラキラじゃない通常の虹のかけらだから、どうでしょうね。待ってほしい。77連目引いていきたいと思います。
もうあの500連ぐらいは覚悟しとるからな。こにちのかけら。リンゴマなんだよ、じいよ。できれば進化どうか両方欲しいよ。6体出さんといかん。さあ、増えてきた、増えてきたよ。1枚止まってくれればいいや。ということで88連目回していきたいと思います。はい。雲行きが上々怪しくなってきたわ。でもまだ大丈夫、まだ大丈夫だから。はい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 。まだなんかね、100連目まではなんか助走みたいなとこあるじゃないですか。99連目。あっと水の崖が来たよ。信じる心を力に変えて。ということでサービス分100連目ですね。お入ったよ、入ったよ。キラキラのかけら入ったよ。あ、スキップしちゃったんだけど、またビーナス。また進化ビーナス。私の声。さあ、ということで111連目です。まだまだね。まだまだもう500連ぐらいはもう行くんかなって思ってますから、私だって。でもビーナス3体よ、ビーナス3体。交換システムとかあればいいのに。震えたー。ルシファーかバハムと、あっと、持ってなかったみたいなね。122連目回していきたいと思います。ポンプしか見えない。おっと、来た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 。これね、ピックアップの超ゴマであることは確実だと私は読んでおりますよ。さあ、震えていく。さあ、ここでルシファーとバハムートの出現率はアップしている。お、2枚ここで2枚抜き来るのか。なかったんで、もう一つ貫通運用できるね、殴り型のアクワンもこれで使えるといったところで、こちらのルシファーはおっと、ありがたい、動画スキルもだよ。おっかいいもの、おっかいいもの、星のかけらショップでおっかいいもの。クブクロの力によりまだ参るということで、 S 超ゴマ確定のガチャ回していきましょう。超ゴマ確定ないけど、これなんかな、かけらみたいな入らんかったっていうことで、ピックアップであることはちょっと期待できないんだけど、できないんだけど、持ってない超ゴマここで回収できたら素晴らしい、素晴らしい。アップワンはいっぱい持ってる。さあ、それでは気を取り直して133年目ですかね。さあ、残すはバハムートです。いや、もうルシファーの透過スキルも引き方がでかい。そしてここでまた入ったよ。え、まだ私133名しか回せないよ。ちょっとね、感覚狂ってきてる部分あるから、そこは。うれだ、うれだよ。おい、おお、3枚も入ってる。これは期待できる。バハム、バハム、おー、でもルシファー2体目だよ。あったけー、あったけー、また透過だけど。そして144連目ですね。この最後の一体を狙うことによって、まあ、泥沼にはまるみたいなのもよくありますから、あのね、あんまりね、そのメンタルを保てるようにね、テンションを変動させないようにしないと。おっと。ローラン155連目回っていきます。あとバハムートだけなんや。でも知っている、私は知っている、この数年で培った経験で知っているんやけど、一点狙いは闇やって。一点狙いのためにどこまで行くのか。今日は青天井なんで。あ、でもなんか交換コインみたいなのあるよね。核なる上はコインで交換するから、
では166連目回していきたいと思います。うーん、うーん、おーっと来たよ来たよ来た来た来た、バハム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 、いけよバハムートン。さあ、それでは177連目回していきましょう。うん、ここら辺でね、もう本当にバハムートを2枚抜きぐらいしていきたい。だって両方欲しいじゃん、あのバハムートのフェイド。震えたよ、震えたよ。去年1年回収できなかった超駒もここで全て回収していきたいといったほどの気分だけど、来い。あつぼれずぼれすちとうごまぱれどんどんぬまにはまる。99連目。いやでも本当になんかね、星のかけらパックがお得すぎて、お得すぎて、私まだ無傷みたいなもんやから、まだ無傷みたいなもんやから、うーん、増えた。バハムー、バハムーあとお前だけなんや、あとお前だけなんや、うーん、うーん。では、あ、これで199連目かな、ちょっともう分かんなくなってきたよ。回していきたいと思います。いやでも本当に、あー、いった。でも本当にあのベルゼブブにね、ベルゼブブとかアズリエルの時も苦しんだ。そんなね、思いに比べればもう全然よ、全然今季優しいから、今季優しいから。うーん、来るよ来るよ。はい、では200連目もう霧のいいね、もう霧がいいから、心あたりで、心あたりで一発ね。わあ、また入った。バハムをね、バハムを頼む、大事にする、大事にするし、大事に使うから、大事に使うから、心あたりでバハムを出して、おね、おーおー、3枚、大事にする、大事にする。うわー、ベリアル、あー、ベイレン。まあね、ベイレンも1体しか持ってませんでしたから。あ、てか私ベリアル初だ、俺様の力、ベリアル初だよ。見せてもいい、金色ベリアルは持ってたんだけど、でも今本当にマナウリが強い環境でもあるから、これは嬉しいね。200連の大台に乗りました。211連目回していきましょう。闇深いよバハムード。おっと、ここでまたキラキラ入っていく、キラキラ入っていく。え、でもエントワリーとかも欲しいよ、エントワリーとかも欲しいよ今私。おお、また3枚や、めっちゃ出るぞ。はい。あ、でも私サタンね、1枚しか持ってなかったんで、これも嬉しいですね。では222連目ですね、いきましょう。あ、さっきからちょっといいテーブルに乗ってきてるんじゃないかなっていった鼻から演出が入る。そろそろワームドが欲しいです。あっ、さあ、シュンだよシュンだよシュンだよ。はい、233連目かな、行きたいと思います。演出は入らぬ、演出は入らない、そろそろワームドを引いていきたい、ワームドフフフフ。駒箱がマックスまで拡張してもパンパンでござる。244連目引いていきたい。いや、ちょっと待ってね、もうちょっとなんかちょっと具合悪なってきたぞ。300までに揃わせてくれるかなねえ。バハムートこんなに出んことある？苦しくなってきたよ。さ
あ、ということでサービス分の255連目です。でもちょっと一回冷静になろう。一回冷静になる。はい、ということでこちらが途中経過ですね。255連目まで回して、まあ本当にね、まあ、ビーナスとルシファーはまあ2体ずつ引けたんですが、バームートだけは出ないといった状況ですね。まだまだ引いていくよ。それでは266連目引いていきたいと思います。いやー、ちょっと声も出しすぎて声も枯れそうになってきているが、私これ300連まで声が持つかどうかみたいなとこ来てるよ。なんか本当に雲行き怪しくなってきた。一点狙いの闇を今全身全霊で経験してるわ。277連目か。見ていきたいと思います。なかなか上り詰めてきたよ。なかなか上り詰めてきたよ。でも今はキラキラのかけらが入ったから、ここでバルーンとか出るかもしれないよ。壊れてきたよ壊れてきたよ。あっ、うんうん、まあ、1枚しか持ってなかったんで、これはありがたいですね。あるんですね。288連目回していきましょう。300連まで残すところ22連となってまいりました。299連も引かせていただく。せめて300連に行くまでに引いてしまいたいといった気持ちもありますが、てか私もうあれやわ、コインでバームード交換できるんじゃないかっていうところまで来てますよ今ねえ。でもできることなら2枚欲しいんや、2枚欲しいんや、どっちも強いやんか。うんときた。うん、300連目、これがどういうことかわかるか。400連まで回したらコインで交換できるんや。400連までは回さんといかんってことがわかるね。もうこれはこれだ。止まってピックアップされてるんでしょ。お前じゃないそのもの宙により授かりし衣をまといた新春超ゴマパレードのガチャを引く。ズブリズブリガチャの沼にはまっていく。その回数300連を超えていくが、いまだにバハムートでぞ。一点狙いは闇のものと去年から再三にわたり忠告してきたにもかかわらず、またまたガチャの沼にはまっていく。しかと目に焼き付けとくがよい。これは演出が入ってもまた見たこともないようなコマが出る。それぞこれがガチャ。あ、2枚した集中。おお誰やったっけ。いくの星のかけらを入れようとも目当てのコマは出ず、あと一コマ、あと一コマ、その思いがガチャショップに走らせていく。さあ演出が入らず、これもまた見たことないようなコマではなかった。ズリエルだった。これで344年目だよ。どうせ400年まで回したらバハムートは交換できるから、もうよくは捨てて無心でガチャを回すんだ。パパ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 
パパ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 パおーにも入ってる。なるほどなるほどね。400連まで行けばゴールだから大丈夫だよ。いやもう期待はせんわ。もう私裏切り続けられてもうメンタル来てるもん今。メンタル来てるからもういいんだ。400連まで、あー持ってなかったからね。まあね、400連まであと数個し、あと数個し、400連まであと数個。本当にでも天井システムあってよかったよね。400連までバーサマ交換できるなんてありがたい話ですよ。あ、てか私さ、これリアアップとかまで取っとけばよかったんじゃない思ってんけど。今さら取り返しつかんけど、絶対リュウアップとか来るんやからそこまで取っときゃよかったじゃん。えい、シャラくさい、もう回してしまう。シャラくさい、シャラくさい、シャラくせえ、シャラくせえ、もう回してしまう。400連まで、どうせコインで交換できるのだから。芯がもう1年だもん。399連目になるのでしょうか。火のかけらが入りました。いちらしいね。そこで演出を入れてくるなんて、どっちにしろ最後まで引くんだけどね。私は1枚、はーい、ありがとうサドル。それではラストですね。400連回していきましょう。もうどっちにしろ私はこれで数の力でバーモードを手に入れるんで。いいんです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 。ここまでの覚悟はしておりました。いいんです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 。うずまい、はいはいはい、甘いでんでんベルセポネ。42枚持っとった私。わーということで、もうここはですね、ファーストシーズン開幕、選べろ新チャーゴマバハムート交換していきましょう。こういうことよ、こういうこと。もうこれが大人の力です。うわ、よかったぜよかったぜ、コイン交換システムがあってよかったぜ。さあということで、私の新春チャーゴマパレードはこのような結果になりました。ヴィーナス、ルシファーに関しては3体ずつバハムートは出ずにコイン交換ということで、いやでもまあ良かったんじゃないですか。ヴィーナスとサタンは10日進化ともに用意できて、バハムートもまあ火炎の方のね、混合スキルがねちょっと育ってくるまで時間がかかるかもしれないから、それまではまあ進化運用するかなんなりして、進化どうか進化どうか切り替えて、まあ状況に合わせてね使っていこうかなと思っています。でもねやっぱね、火炎のコンバートが面白そうやなっていうのあって、まずコンバートから使ってみたいからちょっと迷いますね。あ、でもアークは引けたからね、アークはね殴ってもいいしね。ということで、私の新春チョコンパレードはこのような結果になりました。まあ途中ねちょっと壊れちゃってたかもしれないですけどね。今年もねこのような感じでお送りしてまいりますので、ぜひねお付き合いいただければと思います。最後までご視聴どうもありがとうございました。皆様にも良いガチャが行きますように。それでは皆さん、さようなら。チャンネル登録をお願いいたします。よかったら他の動画も見ていってくださいね。